皆さん、こんにちは。3D ドキュメントツール、シーンのビジアンです。シンは、物に関するコミュニケーションの問題を解決するツールです。具体的な例で説明します。こちらは、ある企業の工場で溶接組み立てを行っている現場です。作業者は、設計者からもらった組み立て図を見て、組み立て作業を行っています。では、組み立て図をちょっと見てみましょう。皆さん、こちらの組み立て図を見て、組み立ての手順や、最終的に出来上がる製品の姿を想像できますか 実はベトナムな方でも読み解くのは難しいです。これによって間違った手順で組み立てを行ったり、間違った場所に溶接したりなどのミスにつながっています。また、設計者への確認な電話や余計なミーティングなど発生します。もっといい伝え方はないでしょうかその可能性を持つのは3次元の設計データです。製造業で約7割の企業は 3D c ードと呼ばれる3次元の設計データで設計作業を行っています。しかし、3D c ードは あくまでも設計のソフトなので残念ながら資料作成を行いません。したがってこのような二次元の分かりづらい資料を作っているのです。SIM は 3D カードファイルを活用して 3D で資料作成できるツールです。早速デモで説明します。まずは 3D カードファイルを読み込みます。すると視点を自由に動かしたり部品を動かしたり非表示したりできます。また一般的な資料作成と同様に文字、 矢印、画像などをつけて手順の説明を作っていきます。シーンの特徴としてはページとページの間にアニメーションが自動的に再生し動画の動画再作のお手間も省けます。これらの操作を重ねていくだけでこのような分かりやすい手順書を作り上げることができます。シー m はブラウザーベースツールなので閲覧するにはソフトのダウンロードやインストールの必要はありません。出来上がったら URL だけで作業者に共有することは可能です。 作業者は現場でタブロットで閲覧することも可能です。ユースケースです。設計者が作る組み立て図だけではなく、営業部が作る提案資料や、アフターセールスブックス作るマニュアルなどにもシーンがすでに実際に活用されています。トラクションです。ベータ版の募集開始後すでに200件以上のいうことを言わせがいただいており、現在39社に利用されています。注目すべきことは、ユーザー数の半数は海外企業であるということです。 有料お客様も既に出始めており、幅広い製品で活用いただいています。フューチャープランです。物に関するコミュニケーションの問題は製造業だけに限りません。建築、医療、教育業界からすでにシーンを使いたいというお問い合わせをたくさんいただいています。また、これからのコンピューティングパラレンは AR です。私たちのコアな技術である3次元の資料作成を AR 時代の資料作成へ発展させていきます。 最後に本日シーンを正式論じしましたあらゆるもののコミュニケーションを効果的にしていきます 3D ドキュメントツールシーンでしたご清聴ありがとうございましたはいありがとうございましたまさにいろんなシーンで使えそうですねでは、えー、早速ですけれども Q&A です質問ある方いらっしゃいますかじゃあ深澤さんお願いします、はい、あ,プレゼンありがとうございましたすごく分かりやすい、ね、ツールだなと思いましたはいでですね 3DCAD も結構プレイヤーがいてねあの やってますよねだからなんとなくこういうものって 3D キャロードのメーカーさんが作れる気もしますよねっていうのが一つとあとはその結構その AR 系でこういうその分かりやすく 3D で表現するっていうソリューションもいろいろあった気がするんですけどなんかその辺とのこう違いっていうのかなそこがちょっと気になったんですけど。 あの現在 3DCAD メーカーさんが提供している資料作成ツールというのはどっちかというとそのコンジューマー向けのマイュアルというか結構機能が多すぎて何でも作れちゃうんですけどもこういった都度都度が出てくる課題で社内でなんていうか作れるようなコミュニケーションツールではないということです。あと AR の資料作成ツールなんですけども実は私たちも最初は AR からスタートしたんですけども,でも実際に現在 AR で資料が閲覧するようなんていうかデバイスとか 現場にないのでなかなか伸びないですね。ですので私たちがまあユーザーが欲しいなんていうかコンピューターだったりあのタブレットでまず資料できるような感じにあのピボットしました。あ、よくわかりました。ありがとうございます。ミキ、はいはい、さん、堀さんは何かありますか。 はい、じゃ、堀さん、お願いします。あの、質問じゃないんですけど、私、いつもイケアで家具を買って、毎回組み立てを間違えているので。あの、まあ、今週も向けじゃないっていうのは分かってるんですけど。<laughs> 素晴らしいサービスで、あの、あの、製造現場の皆さんが本当に、<laughs> あの、喜んで使うプロダクトだなと思って、本当感心して、お話聞いてました。はい、<laughs> 頑張ってください。<laughs> ありがとうございました。あとは、大丈夫ですか?あ。じゃあ、りんさん、お願いします。はい。あの、私も、非常に、あの、素晴らしいサービスだなと思うんですけれども。その、指、え、示、ー、書といいますか紙ベースの指示書。 がからその御社の,のプロダクトに落とし込むまでそれって何か特別な技術的なものって必要なんですかまずあの2つがあって多分技術的なところというよりまずあのその業務フローっていうのは基本的に決まってるのであの製造業だとそれなかなか明日から変えるということができないのであの弊社の場合がまず実験実証としては今ある紙の手順書,あの,手順書の中に QR コードをして参考のためにシーンで作った資料を入れて。 まずそこでまあどれどれぐらいのあの作業者がそれを見てあのちゃんと確認しているかとか見ててやっぱそれが結構回ってるようになった時があの紙の資料が全くなんていうかリプレイスしてタブレットだけで直接見れるような形にまあステップバイステップであの導入してるという感じですねわかりましたありがとうございますはい以上で OK でしょうか Thank you very much ありがとうございました新株式会社でした Thank you very much お疲れ様でした。